ギターフロンティアへようこそ。さあ、今日ご紹介するギターはこちら、エピフォンの SG。 こちら国産富士原製です。これね、すっごく珍しいギターなんですよ。そして見て見て、これなんだ、この保護フィルムですかね。これがね、もう全部の箇所についてるんですよ。これ前のオーナーさん全部剥がさずに大事に保管してくれてたギターなんだと思う。こういうのなんて言うんでしたっけ、デッドストックかな。さあ、今日も店長のギター紹介動画お楽しみください。デッドストック、はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ、今日カメラさん、Cさんです。はい、よろしくお願いします。実は今日はですね、ギター紹介の前に、こんなこと別にね、報告することもないんでしょうけど、ちょっとね、Cさん、今朝実は事故というか怪我というかね、犬に目を何引っかかれて、まぶた縫ってきたんだって、今日試合で。いや、痛々しいわね。飼い犬に手を噛まれるって感じ。でも怖いね、バーッとやれたの、バーッと。そうそしたら何針縫ったの、それ分かんないんですよ、それが。ちょっとこれね、見てる方も Cさん大丈夫かな、心配でしょう、きっと。ということで、本邦初公開、Cさん顔出し、ついに顔出しです。それでは細かいところはこちらのカメラでどうぞ。はい、こちらがCさんの顔です。ついに顔出しなのに、マスクと眼帯でほぼ見えません。Cさん、一言どうぞ。はい、痛い痛い。何針縫ったの？分かんないんですよ。痛々しいね。痛々しいでしょう。うなじをやめれっていうかね、マスクと眼帯って何も顔分かりませんでしたね。でもまあ一応初顔出しということでね。実はどうですか？いや、まあでもね、痛々しいけどね、ま、こんな痛々しいですよ、うん、でもすぐ治しようね。で、先生はすぐ、あと残らないって言ったんでしょ？いや、何も言ってないんです、それが。だから超怖い。まあまあ、大丈夫です、大丈夫です、ね。さあ、そんなですね、Cさんがちょっとね、犬にちょっとね、痛い目に遭ってしまいましたけど、帰ったら今日、その何、かわいいワンちゃんを何叱るの？いやいや。それ叱らない。ちょっと無視するかもしれない。だまだ、生まれたばかり、何歳だっけ？今、6ヶ月ですね。あ、ちっちゃいもんね。ちっちゃい。皆さんもペット飼ってる方多いと思うんですけど、気をつけてください。もう本当におっかないね。でもね、一つ間違うとね。そうですね、まだ眼球じゃなくてよかったな。本当だよね、よかったね。まあ、それが、まあ、こっちの差だな。うん、分かりました。じゃあ今日はね、こちらのギターなんですけども、実はさっきもネットで見ましたけども、一本も今中古出てません。もう大変貴重ですよ、これ。エピフォンの SG なんですけど、もうマニアの方分かりますね、このギブソンヘッド。これ国産です。富士原製なんですよ。2007年製。あのこの頃ね、2006からかな、あのリミテッドエディションということで出たみたいですね。 SG スタンダードで、これ落下仕上げだそうです。で、めちゃくちゃ軽いです。さっき測ったら 2.96、 めっちゃ軽い。もうね、僕らの年代になるとね、やっぱりエレキが軽い方がいいな。助かります。さあ、そしてこのギター、わかります、カメラちょっと僕が寄ろうかね、はい、今日目が痛いからね。ほら、保護シートまだ貼ったまんま、ピックアップもほら後ろも。本当だ。これね、あの新品で買って前のオーナーさん、そのまんま引かずにケースに入れてそのまんま保管してたそうです。2007年ですから、まあまあそれなり年数経ってますけども、本当に状態抜群で、フレットなんかもほぼ減ってないね。もう本当状態です。じゃあそういうわけでもう一度行きます。細かいところをこちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところを見ていきましょう。まず膝の上に置いて、さあどうですか。もうピカピカですよね、ほら、ボディートップ、ざっと見て特に傷とか打痕はないですね。そしてこのピックガードのこの保護シートはまだ取られてません。このピックアップの保護シートも取られてません。素晴らしい。金属パーツもね、綺麗です。どうですか、全然問題ないですよね。はい、フレットもほぼほぼ減ってないですね。ほとんど引かれてないみたいですね。なんか、指板も綺麗ですよ、ほら。
さあ、そしてヘッド、ここにちゃんとギブソンのマークも文字も入ってます。このエピモンのロゴがね、はい、ちょっと変わってるんですよね。これやっぱ国産のパターンがこれだったんでしょうかね。ヘッドもギブソンヘッドになってます。後ろにしてみましょう。さあ、ペグも綺麗です。ここに分かりますかね、メイドインジャパンと入ってます。で、上にちょっとね見えにくいかな、シリアルが F から始まって F7 から始まってます。2007年製ですね、不次元ということです。はい、ネックの後ろも何の問題もないです。綺麗です。はい、ボディバッグも綺麗、ピッカピカでしょ。後ろのパネルのこの保護シートもまだ剥がされてません。本当にこう新品で購入してそのまんま綺麗に大事に保管してたんでしょうね。素晴らしい状態だと思います。はい、どうでしょう。さあ、こちら当時のこの純正のソフトケースです。はい、これが付いております。よろしくお願いいたします。国産の不次元製エピフォン SG です。ほんとこれ状態ですわ、もうほんとデッドストックと言っていいぐらいの奇跡の一本かもしれません。もうほんとにね、国産の、エレキ SG 探してる方、不次元製ね、これちょっと逃すともうなかなか出てこないですよ、こんだけの状態の。さあ、じゃあサウンドなんですけど、フロントピックアップね、センターミックス、レスポールを使ってちょっと軽やかなサウンドだよね。センターで、リア、うん、いいかも。じゃあゲイン12時まで上げてみます。センター、いや、もうちょい上げますか、フロント。これいいかな。いや、ほんとこれなかなか探すとないので、ちゃんとほらこれ、ね、ギブソンとも入ってるしね、いいよね。最初お値段なんですけど、これね正直もう出てないので、これだけの状態の思い切った値段で、思い切ったっていうのは僕としては結構強気の値段だってないんだもんね。シーさん、どう思いますこれ。貴重ですもん、ね、貴重です、もう国産ですからね、不次元製ですから。じゃあお値段はなんと、思い切りましてお値段は税込みで99,800円です。99,800円です。
よろしくお願いします。ということで、しーさん明日また試合行くんでしょ。はい、ね、気をつけてくださいね、本当にね。ということで、来週までしばらくじゃあお休みですね。はい、お休みですね。はい、じゃあ自宅で療養していてください。はい、ありがとうございました。それでは皆様、今日も最後まで見ていただきまして本当に感謝です。毎日毎日今頑張って撮ってますけども、まだあれですよね、マイナス何本なのかな、365度のペースにはもうちょいです。頑張ります。僕ね、多分6月でマイナス3ぐらいにして結構いい感じで折り返したいと思ってるんで、応援よろしくお願いいたします。ということで、今日も最後まで本当にありがとうございました。